待って、気をつけて。美月さん、よかった、モンタナはまだ変化してないんだね。ほら、あいつらって全然。ちょっと、まだ話は終わってないんだけど。モンタナを放っておくわけには。ブートヒル、後で合流しよう。あ、別に逃げるわけじゃないからね。言われなくてもあんたが逃げるなんて思ってねえよ、七死人のジョーちゃん。猿以外の演者に会えるとは嬉しい限りだ。そうでなければこのシーンがあまりにも単調になってしまう。この登場の仕方は少しわざとらしい気もするが、時間は有限だからな。オープニングくらい少しわざとらしくしてもいいだろう。あんたロビンの仲間か。いや、ちげえな。メモキーパーか。おや、なかなか鋭いではないか。だが私の身分などどうでもいい。こうして君たちの前に現れたのは、映画の美学に対するこだわりからに過ぎない。ホーリーベイビー、何言ってやがる。ここから離れろって忠告してやろうかと思ったが、意味不明なことを言う奴は別に猿になっても構わねえ。静かになっていいからね。何の伏線もなかった私の登場は君にとっていささか唐突なものだったろう。普段であればこのような雑なプロットを受け入れることはないのだが、この映画のために私はこだわりを捨て、二人のレンジャーに小さな手がかりを与えることにしたのだ。ああ、ランハに言われてきたのか。道理であいつみてえな回りくどい喋り方をするわけだ。ドリームリーフを救う手段が一つある。ファミリーが介入すればここの異変を解決するのは決して難しいことではない。だがこれは誰もが受け入れられる方法ではないだろう。あんた、ここの連中のことを見くびってるな。ここにいる奴らが外の美しい夢を捨てたのは自分を取り戻そうとしたからだ。そんな奴らがトラブルごときでファミリーに頭を下げると思うか。ミカ君もそう思っていたようだが、情熱だけでドリームリーフは救えない。今この瞬間も私は悲劇を取りたいとは思っていないのだ。この困難を乗り越えたい。だがファミリーの支援は受けたくないとくれば、ドリームリーフの人々は自分たちだけの調和の歌を歌うしかない。その歌のために私は来たのだよ。諸君には贈り物を用意した。次のシーンの大筋をな。時が来ればおのずと何のことかわかるだろう。何を根拠にあんたの話を信じろってんだ。この映画の中で私は監督であり演者でもある。自分がクランクアップする直前のシーンで完璧を追求しないわけがないだろう。あのキューティーが小細工してねえわけがねえよな。そんじゃ何が入ってんのか見てみようじゃねえか。
のキューティー大したもんだぜ。ドリームリーフの奴らに調和の歌を歌わせるには確かにこれよりいい方法はねえ。さて、そろそろビッグスターに会いに行かねえとな。ホーリーベイビー、この場所はファミリーの助けが必要なほど落ちぶれちゃいねえ。最善を尽くしてみる。待て待て、今何の話してたんだ。ブートヒルさん、外の状況は。ひでえもんだったぜ。ああいう光景は何度も見てきたが、やっぱ気分のいいもんじゃねえな。他に方法はないのか。なんだ兄弟、まさか俺もファミリーへの挨拶の仕方を覚えなきゃなんねえのか。その逆だ。ドリームリーフでそんなことは絶対に起こらない。所詮俺はただの守護者で、ドリームリーフのリーダーじゃないからな。住民たちの選択をどうこうする権利はないんだ。選択？あんた連中が自分から望んで猿になったと思ってんのか。いや、自分の在り方を追い求めてここに来た人たちが自我を消して幸せになることを望んでいるとはとてもじゃないが考えられない。仮に住民たちが自分の意思で破滅に向かうのなら、それを止めるつもりはない。だがそれは彼らが正しい選択を下せる状態にあることが前提になる。そうこなくっちゃな。もし本当に猿になることを望んでいるなら、それも一つの選択だ。その意思を否定したりはしない。ただロビンさんなら、彼らに再び正しい選択をする機会を与えることができると思うんだ。ファミリーに気づかれないようにこの危機を打開する方法は確かにあるわ。調和の調律は雑音を消すことができる。住民たちが私に合わせて歌ってくれれば、ドリームリーフに鳴り響いている邪悪な曲を打ち消せるかもしれない。ただ一部の人たちのファミリーに対する先入観を考えると簡単なことではないわね。さらに重要なのは、ドリームリーフにファミリーの声だけが残った場合だな。この困難を乗り越えられたとしても、ピノコニー最後の自由の地はその名だけを残して滅んでしまうだろう。それなら全部の音を一気に鳴らせばいいじゃねえか。聞け、俺にいい案がある。ついてこいビッグスター。こっからは、あんたが道を踏み外せるかどうかにかかってんぜ。見ろ、ビッグスター。ドリームリーフで合唱大会を開くには、この方法しかねえ。これは。詳しい説明はするまでもねえだろ。それともいつもお高く止まってるあんたにはこんなもん使いこなせねえか。そんなことない。音楽に関することなら何だって多少はできるわ。正直これは少し無茶な要求だと思うけれど、でも無茶苦茶な危機には無茶苦茶な方法で立ち向かうべきなのかもしれないわね。それでいい。必要な奴らは俺が絶対見つけてきてやっからよ。ダンスで世界を救った奴もいれば、泣いただけで相手を倒した奴もいる。
今度は俺らの番だ。気球存亡の時、一緒にド派手なパーティーを開こうぜ。ああ、俺は忠告してただ。順調そうだね。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえぞ。今あっちでパーティーやってんだ。相当弾けるやつだぜ。興味ねえか。話はミカから聞いてる。ファミリーのハーモニーに加われ？クソくらいだ。俺の喋り方を真似てんのか？そっちがその気なら俺にも考えがある。バカバカしいと思う気持ちもわかるが、とにかく行ってみろ。パーティーであんたらの縄張りを取り戻すか、自分たちのためにレクイエムでも演奏してもらえ。お前、チンピラを見るのは初めてか？俺はミカとは違え、マジで撃たれないと思ってんなら、その考えを改めた方がいいぜ。どういうことだ。猿になってない奴の方が狂ってやがる。お前の言う通りにする。だから銃を下ろせ。まだ飲み足りねえのか？おい、そこのカウボーイ、人を冷やかす暇があるなら手を貸してくれ。お、ちょうどいいな。俺も手を貸そうと思ってきたんだ。今から言う場所に行ってみろ。面白いもんが見れるぜ。これは俺の持論だが、人間ってのは賢くある必要はねえんだ。ダンスホールで一曲踊ってる間に問題が解決してたなんてこともあるからね。カウボーイ、あの時の、まさかロビンさん。みんなついてきて。彼の言うことは信じられるわ。モネラ、急にどうしたんだ。まあいいか、狂っちまったのはお前だけじゃない。どうせなら言われた場所に行ってみよう。誰が来たかと思えば、あ、ずっと探してたんだよ。どうだかな。まあそれはいいとして、うちと別れてからバナシスタントを倒した分の功績半分ちょうだい。いいぜ、半分やるよ。ってちっとも減ってないじゃん。早く行こう、急がないと。その必要はねえよ。別の方法を思いついたからな。つうか、そっちはどうなんだ？用事は済んだのか？私もできるだけ手伝うわ。おいおい、これどういうことだ？こいつのバナシスタントをやったのか？美月さんが教えてくれたの。そもそも私はバナシスタントの影響を受けてない。原因は他にあるんだって。モンタナは何も悪くないよ。あいつら何もかも捨てた方がいいとか言ってるけど、実際はみんなを猿に変えないと相手をコントロールできなかっただけなんだから。あいつらの人を惑わす言葉がどんだけ理にかなっていようが、弾丸には勝てっこねえじゃん。ま、とにかく用がないならついてこい。いい場所に連れてってやる。なんか賑やかだね。今の時代、合唱するっつったところで集まるやつなんかいねえが、パーティーっていや、我先にと集まるもんだね。え、パーティー？ブートヒルさん、戻ったのね。
実はミカさんにたくさん助けてもらったの。ここにいる人たちのほとんどは私のことを信じてない。まして調和の力なんてもっと信じていないわ。でも彼らはミカさんのことを信じているから。俺のことを信じているというより、ただここを諦めたくないんだろう。みんなやる気はあるようだ。ファミリーに頼る以外の方法で困難を乗り越えるのはドリームリーフにとって初めてのことだからな。で、一体ここで何するつもりなの？言っても信じられないかもしれない。こんなやり方を認めるなんて、正直俺自身もどうかしてると思ってる。何ビビってやがる。俺は定期的に狂ったことをしねえと余計に狂っちまうんだ。ほら始めようぜ。クライマックスになったら俺が全員に一杯おごってやる。ここにいんのはみんないいやつだからな。先にお礼を言わせてくれ。ありがとうブートヒル。ただジェシーさんの代わりに伝えないといけないことがある。この前の7杯分のツケまだ支払ってないだろう。だがまあ今回はあんたに助けられたからな。その支払いは俺が持とう。今までいろんなイベントを開いてきたけれど今回は特に特別だわ。本当にうまくいくかしら。心配すんなビッグスター。一つ面白い話をしてやる。この体を改造したばかりの頃、別に下手に触ったわけでもねえのに、記憶モジュールが壊れちまうことがよくあったんだが、医者からは、原因は修理が終わってから探せばいい。大事なことは、とりあえず紙にメモしとけって言われたんだ。それからどうなったと思う？何日もメモする羽目になったのさ。ついでに記憶モジュールがよく壊れる理由もわかった。どうやら保存しなきゃなんねえものが多すぎたらしい。どうして今その話を？決まってんだろ。あんたが今信じなきゃなんねえのは自分じゃなくてここにいるこいつらだってことを教えるためだ。ここにいる奴らの記憶モジュールは壊れちゃいねえ。タフな脳みそは何もかもを忘れて猿になるためにあるわけじゃねえんだ。そうだろ？そうね。それじゃあ始めましょう。むちゃくちゃな危機はむちゃくちゃな方法で解決するべき？俺はそうは思わねえ。ドリームリーフの歌は自由であるべきだ。始めようぜビッグスター。いや今は DJ って呼ぶべきだな。行こうぜ七死人のジョージャン。それとも別々に座るか。いい、実にいい。音楽は素晴らしい映画になくてはならないものだ。ダーリン、あんたクランクアップしたんじゃねえのか？ああ、だから今は演者ではなく監督として見学している。どんな調和の歌になるのか気になってしまってな。時々心の底からいい映画が生まれるという予感がすることがある。それは大抵ただの通行人や大衆を撮影している時に感じられるものだ。この映画に登場する演者のほとんどは当然主役とは言えない。しかしそんな彼らの何気ないワンシーンの中にも人の心を救う魂の光を見ることができる。だが全てを失った時彼らは何を求める？賢者の導きか強者の手助けか。どちらも違う。私が思うに彼らに必要なのはカメラだ。そしてスクリーンの前に座った人々はこの世で最も素晴らしい物語を見ることができる。そんな複雑なもんか。
監督さん、俺に言わせりゃ、それこそが人生だ。前奏が聞こえるな。炭酸度は鳴き声のようで、6度音程は止まらないため息。渓流音は問いかける。私たちは死ななければならないのかと。しかし7度音程は慰める。生命は存続できる。やってみなければわからない。ロビンさん、俺にできることは？いいえ、もう付き添ってもらわなくても大丈夫。さっきまでは緊張していたけれど、それもすっかり収まったから。なんだ、もうパーティーの雰囲気に酔ったのか？そうじゃないわ。ただ今まで見落としていたものを見つけたの。見落としていたもの？あの壮絶な経験をした後、私の人生は変わって当然だと誰もが思っていた。でもそんなことはなかったわ。鳥と飛ぶことに関してもまだ正しい答えを導き出せていない。何か思いついたとしても、長い時間をかけて吟味して、いろんな方法で検証する必要がある。多分今頃は兄様も同じことをしているんじゃないかしら。じゃあ今日から始めるつもりか？いいえ、そういうわけじゃないわ。ただこれから起こることを考えていたら、突然聖歌隊は常に敬虔な心を持って団結することを求められていたことに気づいたの。でもダンスホールにいる人たちはそれぞれ個性や違いがあっても、照明に照らされている間は同じように見えるでしょ。調和の本当の問題は、もしかしたら観客じゃなくて照明にあるのかもしれない。今この瞬間のように、人々には聖章しか選択肢がないわけじゃない。それぞれ違う声を上げていても、お互いにつながることができる。それこそが調律なの。この調和の歌なら不協和音さえも包み込むことができると信じているわ。私がドリームリーフの音を引き出してみせる。あれってロビンじゃない？やべえ。クライマックスへ至るための条件が揃った。さあ華麗なるフィナーレを迎えよう。ランハ、忍びサイエンスはまだ完成しないのか？もう少し待ってくれ。銀河忍法帳にも急いで折ってもいい布はできない、強火で煮ても肉は柔らかくならないと書かれている。銀河忍法は千変万化、これがスーパー忍び巻物だ。すでに先ほどの忍法メモリーを中に注入してある。ガマ忍者さんの言葉が正しければ、これが邪水たちを倒す刀となるだろう。ああ、この忍者のミームウイルスを含んだ記憶を共感覚無境に投入すれば、中にいるバナーネモンキーの存在を上書きすることができるはずだ。飛竜忍者さん、バット忍者さん、どうか拙者についてきてほしい。
そして共に邪水総長さんのあべこべドリームを終わらせよう。さあ、演者の諸君、最後のシーンを演じる準備はできたか？皆の者、狩りの始まりだ。妊婦で邪水の現実を破ったのだ。目は覚めたか？ミスターレックは俺たちを騙していなかったようだ。お前の記憶は確かにバナーネモンキーの影響を取り除くことができる。その証拠に口から出る言葉も元に戻った。ここがバナーネの時か。至る所にバナーネモンキーの痕跡がある。ここにいるバナーネモンキーはおそらく折り紙大学とドリームリーフのバナファンが変化したものだろう。ああ、ここは間違いなく拙者とバッド忍者さんが訪れた元凶。その時はまだこれほどの邪水はいなかったはずだが、邪術の影響を受けた人がどんどん増えたのだろう。これは全てお主の仕業だな、邪水総長さん。バナバナ、残念だ。君たちの邪魔がなければここはもっと賑やかになっていただろうに。これからさらに残念なことが起きるぞ。お前の実験の失敗だ。思うに彼女の脳内にあるウイルスを使いここを破壊するというのが君たちの計画だろう。しかしここにいる猿たちを見たまえ。時代遅れの漫画が本当に無教の一番の流行を上書きできると思っているのか？それは無理だな。拙者も忍徒たちに両乱忍道を歩むことを強要するつもりはない。我らがすべきなのは失意の人々を目覚めさせ荒れ狂う邪悪な波を沈めることだ。ああ、バナーネモンキーを忍者の物語に置き換える必要はない。自分を見失った人たちを目覚めさせるだけでミームウイルスの力は大きく下がれる。そして人々が盲目的にバナーネモンキーを追いかけなくなる。この無境を簡単に破壊することができるだろう。なるほど、あのメモキーパーは君たちに余計な知識を教えたようだ。それなら期末試験を行うしかないな。来るがいい。いつでもお主の挑戦を受け入れよう。宣戦布告した後に遁走するとは卑怯者め。奴が何をしようとしているのかはわからないが、とにかく周りのバナーネモンキーを片付けよう。俺たちにとって最大の脅威はミームウイルスだからな。飛竜忍者さんの言う通りだ。先ほど渡したスーパー忍び巻物は持っているな。邪水の道に足を踏み入れてしまった忍徒たちを空手で目覚めさせるのだ。猿の数が多すぎる。
早く片付けた方が良さそうだ。拙者の忍法は邪水を外に送るだけ。安心して死んだから使うといい。流行とは人々の欲望が向かう先、調和の美しい夢の中でそれは力に等しい。邪水総長さんはこの忍びサイエンスボールに乗ってここを離れた。我らも早く追いかけよう。いつまで逃げる気だ。我らに勝てる自信があるのならなぜ勝負しようとしない。バナナナ、まだ講義が始まる時間ではない。焦る必要はないぞ。浮いている密樹はミントたちの使用。彼らの意味はもちろん邪水総長さんに惑わされたことだけが理由ではないようだ。ああ、キノコの生活は見かけほど理想的なものだ。それは崖の縁にある。軽く風が吹いている。今のコアにはどれだけの実験体の願いが込められているのだろうな。1000か、それとも1万か。人も物もそれぞれの役割を果たさなければならない。この成果を使い、今後の実験の妨げになるものを排除しよう。追ってくるがいい。マナーネモンキーの数がどんどん減っている。ウイルスが少しずつ弱まっているのだ。無意味な問題で時間を浪費するのは終わりにしよう。そろそろ答案用紙を提出する時間だ。待て、奴は俺たちを誘導しているようだ。飛竜忍者さん、ためらう必要はない。相手が何か企んでいるのだとしてもそれを破ればいいだけの話だ。実験の成果がかなり減ってしまった。この劣等生どもめ。邪水総長さん、もう逃げ場はないぞ。おとなしく両乱忍法の制裁を受けるがいい。ふん。AKA3、 人類耐火実験によって選出された32の文明の良質な霊長類遺伝子を有しているが、とある見習い研究モンキーの誤った育成により道を踏み外してしまった。しかしその見習い研究モンキーは悔い改めることを知らず、巡回レンジャーと秘密裏に通じ
研究室に多大な損失をもたらした。そして最終的に最低最悪の失敗作だけを残したのだ。忍者の命令に従い注意を害することしか知らない邪推が何の資格があって拙者を批評する。それはもちろん私には夢があるからだ。この前の課題の続きといこう。バナナは栄養生殖する植物であり、一本の茎から無数のバナナの木が生まれ、広い林にまで成長する。これで一つの生計、さらには宇宙の飢餓問題を解決できるのだ。一方、利己的な植物は個性や自我を強調しながら勝手に種をまき野蛮に成長する。己の遺伝子を後世に受け継がせることは知っていても、同類への貢献は知らない。さあ答えたまえ。宇宙の尺度から見て淘汰されるべきは誰で、生き残るべきは誰なのか。よし、黙れ。学校が始まった時は自由を追い求めろと言っていたくせに、今ではその意義を嘲笑い、バナナは失敗作だと言っていたくせに、今ではそれを褒めたたいている。それはバナナといっても比喩だろう。それとこれとは話が違う。悪人は悪事を働くための言い訳を常に用意して、自分を正義の立場に置こうとする。己の欲望のために自己矛盾を抱え、屁理屈をこねるのだ。そんな者の抗議に耳を傾ける必要などない。邪推総長さん、デタラメを言うより自制の句を考えた方がいいぞ。失敗作、君たちは全員バナナ科の失敗作だ。失敗作にとって天才の知恵は手の届かないもの。だが私ならもっと原始的な方法で君たちに理屈を教えることができる。この美しい夢の泡が見えるか。ファミリーは数えきれないほどの調和の願いと性格の力を使ってピノコニーを気づいた。そして私は猿たちの諦めを集め、この夢の泡、つまりバナーネの時を作り上げたのだ。今バナシとバナシスタントにその全ての力を委ねよう。はい、バナナナナ召喚、最後のバナイクの時間だ。この講義の名は無双。
バナバナ、このバナイクは失敗か。実現できない夢は木になっているバナナだ。バナナ、まで講義を受けてたのに。バナナは？ジャングルは？どこ？あんた、タンコ！それに、ランハ？おお、瑠璃忍者さん、それにシルバーガイシュラさんも！ホーリーベイビー！俺よりド派手にやりやがって！まさか、これほど偉大なビジョンが落ちこぼれの薪に奪われてしまうとは。邪水総長さん、これ以上人々を貶めるのはよせ。忍道には上も下もない。忍道を求める者は忍徒となり、忍道を掌握する者は忍者となる。そして忍道を貫く者は忍教となるのだ。意味がわからないバナナ。それは同感だ。もうこいつと喋るのはやめようぜ。原始博士が育てた猿にはどうせ何を言っても無駄だ。こいつをどうするつもりだ。ああ、とりあえずたっぷりお仕置きしてから考える。塩水に浸したベルトで打ちまくって、カンパニーが俺にした最低最悪の仕打ちを受けさせてやるのもいいかもね。邪水総長さんの罪は重く、厳しい罰が必要だが、それは懺悔させるためではない。お猿忍者さんの居場所を教えてもらうためだ。お？死んだふりか？あんたのために用意した釘バナナを見ても、そのおふざけが続けられるか見ものだな。もういいカウボーイ、おもちゃ相手に芝居をする必要はない。おもちゃ？ハニー、あんたのそのカエルの方がよっぽどおもちゃっぽいじゃねえか。君は助監督を傷つけた。その下品なセリフ回しは本当に直した方がいいぞ。ただの小道具を拷問したいというのなら、それはそれで構わない。だが、アスデナの辺境で目を覚ましたチンパンジーは、今頃出航の準備をしていることだろう。シルバーガンシュラさん、拙者のスーパーリッスンパワーでも邪水の音は聞こえない。ガマ忍者さんの言っていることは本当のようだ。ベイビーが、こんだけ苦労したのに結局無駄骨だったってことか？仕方ない。おい、なんでそんな落ち着いてられんだ。あんた毎日あのクズ様のことを口にしてたじゃねえか。死ぬほど憎んでたんだろ。もうどうでもよくなっちまったのか。夜は長い。任侠の憎しみは任侠によって封じられるべきだ。ピノコニーは平和な時代を迎えることができた。今はこの夢の地の人々に太陽の光を抱かせてあげよう。憎しみはいつか消える。だが人々の心の中にある忍道は決して消えないのだ。ランハ、お主は己の忍道を理解しておるか？もちろん、拙者の忍道は両乱忍教になることだ。
陰道とは忍者が一生をかけて貫くもの。それだけでは忍道とは言えんの。では忍者を倒すことだろうか。いつかお猿忍者さんを倒したとして、その後は両蘭忍教になりたいのはただ憎い仇を打ちたいからか。この世にいる忍者は彼らだけではない、そういうことか。さよう。銀河忍界には星の数ほどの悪党がのさばっておる。しかし神は今を生きる者を気にかけたりはしない。そして優れた忍びパワーを持つ忍者マスターたちも互いに争っておる。これこそが末法の世じゃ。ならば拙者の忍道は止まることなく全ての悪を払うことだ。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示せ。末法の世が終わるまで。なんかすごいことになってたんだね。うん、今度冒険するときは絶対うちも連れてってよね。ふう、お前が勝手にどこかに行ったんだろう。まあ別にいいけど、こっちだってあんたたちの見てないとこで活躍してたし、今回スムーズに問題を解決できたのだってうちのおかげなんだから。それは褒めすぎだよ、バッド忍者さん。セミナーが終わって本物の学長代理や教員たちも戻ってきたようだ。大学側は今回の件を公にしていない。もしかしたらミスターレックが当事者たちの記憶の一部を抜き取ったのかもしれないな。怖っ。うちらの記憶は取られてないよね。もう記憶喪失になるのは嫌なんだけど。でもあの人のおかげで彩りの夢学園祭を再開できるんだもんね。うん、今度は思い切り楽しもう。ああ、そういえばロビンさんが広場で開会式の司会をするそうだ。見に行ってみるか。あれってモンタナたち戻ってきたんだ。ダンス部部員募集中、見学や体験入部もできますよ。やっほーモンタナ、元気？あ、美月忍者さん。え？あら、知らない？今流行ってるミームで元ネタはミスターレックの新作銀河忍法帳なの。あ、そういえばうちまだギャラもらってない。まあいっか。ところでモンタナ、今でもバナーネモンキーって好き？バナーネモンキーなんでそんな古臭いものの話をするの？古臭い？でもあんた昨日ドリームリーフで。ドリームリーフって何のこと？そんなことよりミツキさん、今流行ってるのは銀河忍法帳よ。あなたも流行に乗り遅れないようにしないと。
これから堪忍部のイベントに参加するんだけど、一緒に来る？ううん、せっかくだけど、うちは彩りの夢学園祭の開会式に行くから。そう？それじゃあ、さらばだ、美月忍者さん。いや、うちは瑠璃忍者である。さらばだ、モンタナ忍者さん。これがピノコニーの流行の移り変わりか。フキ、あれから考えたのだが、もし疲れているなら一緒に家に帰ろうか。いや、父さん、僕は帰らない。今回の学園祭で大儲けしたんだ。理論の講義の成績はあまり良くないけど、将来はセールスマンにでもなればいい。そうすればピノコニーにいても自分を養えるからね。見ていてくれ父さん、これから僕はこのピノコニーで有名になってみせる。お前というやつは俺も父親としてもう少し頑張らないといけないな。フキたちは納得する答えを見つけられたみたい。シャリカ、このスイーツすっごく美味しいよ。もう一個ちょうだい、もう一個。皆さん、ちゃんと並んでください。全員分ありますから。シャリカ、あんたってスイーツ作りの天才ね。ありがとうございます。卒業した後、パティシエになるのも悪くないかも。チャリカは自分の妊婦を見つけたみたい。バナハナちゃん、ミスターレックの新作に出てるんだってただの早役だけどね。あなたはこれから絶対ビッグスターになるわ。そうだ、先にサインもらってもいい？もちろん。はい、どうぞ。ありがとう。でも、カーボナって誰？私の名前なの。もう芸名は使わない。ファンになってくれるなら、この名前をしっかり覚えておいてね。バナハナちゃん、ううん、カーボナはみんなに認められたみたい。ああ、学園祭が突然延期されたと聞いてな。少し早めにセミナーを切り上げて君たちに合流しようと思ったんだ。どう？学生生活は楽しかった？それはよかった。大抵の人は人生で一番楽しかったのは学生時代だという。ここで経験したことはきっと一生忘れないだろう。見て、ロビンさんが来たわ。皆さん、こんにちは。今回の彩りの夢学園祭の司会を務めることができてとても嬉しいわ。あ、本物のロビンさんだ。今回の開会式、前より気合入ってる。あれ？そういえば前回って誰が来たんだっけ？え？覚えてないや。実は私も前に折り紙大学に通っていたことがあるの。だから皆さんの同窓ということになるわね。そ
その頃の折り紙大学も今と同じであまり自由とは言えなかった。憂鬱な気分になる試験にたくさんの課題、厳しい論文の答弁もあったわ。でも仕方ないわよね。だってここには未来を育む責任があるんだもの。そんな中でも毎年彩りの夢学園祭の時期だけはみんな悩みを忘れることができた。でも学園祭には終わりがある。どんな人でもいつかは夢から覚めるのと同じように。でも覚めない、覚めてはいけない夢もある。それは私たちの将来の夢。美しいものを作りたいと願う学生もいれば、豊かな生活を送りたいと思っている学生もいる。そして自分を高尚な人間へと成長させたいと考えている学生もいる。どの夢も本当に素晴らしいわ。夢は私たちを導く道しるべなの。生きていれば当然疲れてしまうこともある。そんな時は疲れが取れるまでゆっくり休めばいい。十分に休息をとってまた飛び立ちたいと思えたら、いつでも輝く夢が進むべき方向を示してくれるから。皆さんが折り紙大学で自分の夢を見つけ、それを生涯貫けることを願っているわ。美しい夢を持っていれば鮮やかな色を作り出せる。理想を持っていれば自由を抱くことができる。皆さん、彩りの夢学園祭へようこそ。鮮やかな夢、自由な理想。鮮やかな夢、自由な理想。ここは邪悪な帝国と似てはいるが、何の手がかりも得られなかったな。ん？ガマ忍者さん？次の映画ではぜひ違う名前で呼んでくれ、名優君。他の演者たちは？任侠にはそれぞれ獲物がいる。シルバーガンシュラさんは今回義理人情で拙者に手を貸してくれただけだ。今頃は自分の狩りを始めていることだろう。ところで何か用か？君のおかげで素晴らしい映画が撮れたからな。ギャラを支払いに来たのだ。報酬は不要だ。拙者の行いは己の忍道を貫くためであって、金銭に執着しているからではない。まあそう言うな。君なら絶対に興味を持つと思うぞ。なぜなら私の言うギャラとは原始博士の行方に関するものだからな。ツアー終了。帰って休みましょう。